き連れ北へ向かった。そこには病を押して出陣した大谷義嗣の姿があった。いつなり私を呼び出すなどさぞ重大な要件なのであろうか。すまん義嗣、このようなことを決めるのは義嗣しかおらんが、こんな死に損ないに。困った顔をするな。すぐには死にはするよ。さすがこの位置で徳川家、そして豊臣家とは一体何なのかを考えてきて。そうか、その答えは見つかったか。まるで霧の中だ。皆の幸せの顔が見えてきたと思ったら、すべてこの指の隙間をすり抜けていく。そうか、この世は儚き蝶の夢、誰もが望んだ形に進んでいくもの。それでは皆が戦乱を望んでいるというのか。民たちの笑顔、その暮らしは間違っているというのか。この世の行く末など誰にも分からんよ。いつなり私は槍を取る。秀吉様の御民へ、それは間違いだとは絶対に言わせない。なぜみんな協力して良い国づくりをしていかない。なぜ戦乱の世を望む。このままでは皆で築いた太平が崩れ去っていってしまう。私のこの手の間をすり抜けていってしまう。それでこそ我が友、石田三成だ。私に残された時間はどれほどか、私にも分からん。志半ばでこの命尽きるかもしれんぞ。私とてこの儚き世を生きる今日、夢の行く先を見てみたい。できれば最高の結末を。